どうもシャペンです。今回はやってまいりました。ちょバナー見ていい？怖っ。牢獄から生えたプレデビオルです。いやーちょっと僕は信じない、まだ僕はまだ信じないぞ制限やめてくれよ。もう僕はもうダメを原則壁で見えたら、はい、卑弥呼だと思ったんですもんで、おっしゃ、あ、ワンチャルあ、内部かいや、そういうことだったらギリ、とりあえず職権で制限バンっていうパターンはなくなってよかった。じゃあワンチャンじゃない？OK、全然卑弥呼こんなんもうへでもない。ありえるありえる、バルーンありがとう。基本これは回復手段って話でいいんですよね。ただこのまま行っちゃうと、仮に横上がりしちゃうと回復しちゃうから、こうかで、卑弥呼にくっつけて、ラグとか結構回復してね。これせっかくやったのはね、無駄になりますからね。いや全然ある、これ卑弥呼、いや全然あるマジである。よしよしよし、なんかちょっと怖いけど、かけよく、なんならある。待って、これ弱上がってないよな。いやこれ大丈夫か、卑弥呼に当たるか、これ判定もらえるよな。あ、でも強いそりゃ強いわでも潰れてるわけじゃないですもん、卑弥呼さん。やめてやめてよ。でもこの仕事がある。はあ、そっちそれかよ。ダメじゃん、じゃあじゃあダメじゃないですか今ちょっと。これこれで反射封じてるな。エズ強いな、エース今回復しちゃったんか。とりあえずもう卑弥呼ここはもう即死食らわないように。いやで友情入ってるな。エース3卑弥呼1とかいいじゃない。ゼガヒラも卑弥呼入れたいもんな。あー、これ回復するな。あとこれ2フレしちゃうか。あー、これ回復するな。いやこれ持ってけるか、帰ってくれるし。どういうちょっと待って、わからん。あれ持ってると完全にゼロなんか。卑弥呼これしかできん。あ、でもちょっと今エース当たってれば言ってたな。これでいけんじゃん。それやばい、何してんだ待ってこれ、これね、バカなこと言っていいですか、パックこれなんかそもそも言えた、エールめっちゃ入ってるな全然いらんかった。いや友情が刺さりまくってる。え、アリじゃない卑弥呼今のはちょっといろいろと噛み合わせが悪かった。友情出し出ししていいんじゃない、これ。あ、これは上危ないですね。多分あれは逆にヒーリングバルーン与えて倒しちゃいけない系の敵と予想。でも友情出し出しマシーンになりますよとりあえず卑弥呼当たって、これプリンやれるもんね。あ、でここシャンソリかシャンソリ、これバルーンはあそこで回収してねってことでいいんですかね。でこれでいける、足りる？オッケー。やっぱさっきやっぱバルーンがちょっと拾いすぎたのか。でこうしろと、こうすると、あー、だからバルーンエース取れないというか、
いや、ヒミコなら届くと思う。え、これ複数勝利なんだったらこれいけるのかな。あ、これでいいんだ。え、使える使える、やった。で、制限どこで、いや、あれか、普通に。リアルに正解だろ、これ。サプレイで登場。だったらこの勝利はさすがに貫通だな。確か SS もありますからね。ああ、倒してなかった。毒、これエース。毒はエースだ。やっぱ毒量がちょっと硬いっすね。これ絶対倒したいけど。なんなら次、これ回復させたい。これ理想じゃない？ドクロも回復して。いや、エース主軸だな。あとはボス戦で弱点がどんな感じか。コナミ先輩がどうなってるか。これ余計でいいでしょう。避けつつ、まあ最悪回復しちゃってもいいよ。なにそれ天才ですかあなた。これで回復して。結構回復量も多いですね。あ、でもワーパンじゃん。全然気にも止めなかった。ワーパンどれって展開?2ターンに1回。いや、てか友情が入ってるの嬉しい。友情が入り5です。大好き。もう、長手か。5ステージ目プニプニ。いや、これなんでね、多分一番きついの。いや、これワンペア。絶対ワンペア処理。さっきもなんか同時を狙いすぎていた。これでいい、それいい。で、いい感じ、これプニ削れてるから、回復しだしなかったら、あー、総マックか。総マックと、いや、これでヒミコいけんじゃねえか。これ、ビットンに食わせることできるんですかね。食うか。地雷も食うし。よし、ナイス。あー、でもドクロ。バッやっぱさすが即死ではないですよね。それ即死だったらたまったもんじゃないもんな。これ回復するか。ちょっと怖いですね。5万。エース。いい回復。エース最適っぽいな。道中これ。これだからランダムワープじゃないってことですよね。だから、でも縦でいっか。あー、そっか、速攻に。くっそ、めっちゃ速くしてやばい、泡だ。うわ、しか、速攻に。ここ当たってないですか。ダメージ出しやすい代わり、マジでこれ失敗したら、超回復されるな。いや、でも出てる出てる。いや、邪魔すぎ。SS 打ちて。これ一回避けて、ヒミコ当たっても上踏んじゃう。ワープ回収して、いや、これ無理だな。ヒミコ当たって横侵入したらいけんのか。広げてるのかこれ。いや、ちょっと打つ、これ怖い。ヒミコ拾ってワープ入っちゃえばいいのか。まあいい杖や。なんかちょっと、なんか下手だな。え、長くない ?6 ステージ目これ。わあ、SS して。こうやだな。ヒミコのタイムだけ休んだけど。しかもワンチャンからボスに2ステージ?次エース打ってやばそうだったらヒミコ打つか。
ちょっとあまりにも雑すぎた。バルニコ、俺ヒミコレイケル、微妙だな。あーやって、それそうか、気楽かこれ。だからもう乱反射。ここはショペで打ってよかったな今。もうそれでいい。それでいいんだ。ナイス。さすがにボス戦でしょ。もう10分やってんのこれ。正直1でいいかもしんないな。やっぱ2ゲージだ。覚醒あり。やっぱでもこのターンやっぱ大事、初ターン大事っすね。なんもねえから。え、でも倉庫じゃねえからこれ、立ってでいいかな。安定削り。でかい気がする。これはちょっと回復入れたいですね。これ左行こう。最悪ドクロで。そういうこと。うますぎ。今このクエストによって完璧な手だったな。自画自賛したくなる。ハート1個。ちょっとエース最後に1本残しときたいな。取るか。でワープ来るんかい。これ回復入れてえけどな。下手にドクロ殴っちゃうとこれ一番やばいのが、これで入るか。もういや結構怖えドクロ。これ放置する、いや痛すぎ。放置すると次のターンだんだんきつくなってくるんだもんな。でも回復率でかいからいいですね。ナイス。あのバルーンちょっとやらすぎない。うわしかもバルーン2個きた。ドクロでこれエース当たってくんね。さすがに当たるか。だいぶ薄めにして、ナイス。おお、やめてやめてやめて。そあ、それ当たったら危ねえ。あぶねえ足。いやー、それ倒すか。いってお前も8方向打ってくんのや。ちょっとこれ倒しきるしかなくない。あのバルーン食ったら終わりだな。いやバルーン分け与えたいけど、これでプルーデンビオルに食われたら終わりだ。いや倒しきるしかない気がする。あ、でも回復 M。 こそっか、それがあった卑弥呼。そうだそうだ、その強みはあるんだよな。い完全に言い忘れてた、君に回復 M あるんですよ。そのポイントラストこれか。これ打ちてえけど絶対危ねえ。ドクロ巻き込んで終わる。これ打てんわ。いや、エースだ、これ絶対。ってなると、これ今やりたいのは、まんべんなく削りですかね。卑弥呼当たる。おっと？ちょい削りすぎたな。悪いやらしい。
いやこれバルやらしすぎない？これ配置やばいな。ワンペア処理は絶対できる。これかいくぐっていけば絶対右上が残る。いやそれでもいいか、絶対ワンペア処理。マジでそれいけるか。あっ、やりすぎ。うわ最後最後ミスったもん。いや強よー。いやーそれ持ってかんで欲しかったな。でも逆にさあ帰ってきたラスゲ、とりあえずパックも残して、さっきの範囲はやりすぎてので、一旦プニ勝利だけする。いやそれ何。いやちょっと待って、これドクロに吸わせればいいのか。ドクロに吸わせてこういうことか。いやこれ無理だもんな。あれこれワンチャンある。いやこれ取りに行く。いやこれもうダメだ、わからん。あっはいクソ馬クソ馬です。クソ馬なる、まあ、クソ馬勝つ。これエースがバカ強かったよな。神将来た。これヒーリングはやっておくか。横上がりすると絶対ドクロ食らえますもんね。かといってこれ飛んでったらまずいな。エース下下がりでいけるか。これ一旦ヒミコ避難。やっべそれちょっとマジそう、お前反射どうなってんだ。うわ全部崩れた。クッソ回復された。しかもあまだやってくれた。打って激走り。いやそっち入っちゃうそっかこれもう、いやこれ打った方が良かったからやした。逆にこの戦法もあったのか。もうドクロやっちゃってこれギリヒミコの回復 M で生き流れてる感じあるもんな。俺もいや打つタイミングがねえ、ヒミコ。OK。いや、でも回復マジ生きてる。あ、でも強え。さすに勝ったと思う。はい。だからこっからヒーリングさせたら負けるってのがあっても怖いんですよね。やっぱ弱2貫通でいけるだろ。ねマジあよかった、やったヒミコ使えたもうそれだけ嬉しいわまあ絶対これエースっすね。どう考えてもどう考えてもエースが強いこのクエストなんですけどね。いやヒミコ使えましたよ。制限も全然友情コモで押せますし、まあ、反射なんでちょっとドクロミスって処理しちゃうとか、もうヒーリングもどっか行っちゃって事故はあるんですけど、やっぱり回復 M が生きてましたね。最悪倒しちゃっても回復 M でなんとかゾンビのように生き返った場面もあったんで、ヒミコ強かった。よかった。まあ2はいらんかな。
エースさん、姫子1で守るかな。あと、朝倉陽とかも気になるけど、いや、とりあえず、姫子信じれてよかったです。時間かかったけど、もうちょっと1時間経過してた。ということで、よかったらコメント欄から皆さんのクリアパーティーお待ちしております。あと、ついでにチャンネル登録もしていただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけると、もちろん、つながりますんで、よろしくお願いします。今後もぜひでは、ご視聴ありがとうございました。サミコ。